226事件の青年将校は、決起後に陸将官邸で決起主意書と陸軍大臣への要望事項を読み上げた。決起主意書は彼らの心情をそのまま表している反面、要望事項は極めて支援をあらわにしたもので、軍内の対立構想の意味がよく浮かんでいる。この要望事項の第4項には、軍権を私したる根本広志大佐、武藤明八宇佐、片倉忠少佐の即時罷免という一節がある。その中に当時陸軍省軍務局の高級会員であった武藤明の名があった。つまり、青年将校にとって敵対する勝負の幕僚という意味だが、武藤は彼らから命を狙われかねない存在だったのだ。226事件勃発後、軍内の幕僚や軍事参議官などの軍内の長老たちは、その推移を見ながら右往左往する。その時に勝負で明確な立場に立って、断固討伐という旗を掲げて動いたのは、参謀本部作戦課長の石原幹事とこの武藤であった。その動きがあまりに際立っていたために、陸軍に武藤あり、と言われるようになった。陸大を首席で卒業した後は、教育畑を歩き、その後ドイツに留学、帰国して教育総監部に身を置いた。武藤は知性派、理論派と言われるようになったが、陸軍の根幹である教育畑を直接肌で知って、軍内教育のプランニングに携わったのがさらに拍車をかけた。1935年3月には陸軍省軍務局に移る。就任した時は、武藤は48歳、異例の抜擢人事でもあった。武藤がこのようなポストにつけたのは、226事件後の軍内非合法の動きに断固たる処罰をするタイプだったこと、他者と協調する能力を持ち、特に部下の信頼が厚かったことなどが挙げられる。もともと武藤は性格的にはメリハリのはっきりしたタイプで、職務の上でも実行できることとできないことをはっきりさせ、実行不可能なことをあたかも可能なように言う将校は旗に寄せ付けないほどであった。1937年7月7日、旅行橋事件が発生。武藤は不拡大方針を立てた石原幹事とは反対に対中国強硬政策を主張。石原は、俺が辞めるか君が辞めるかだと吐き捨てるまでに至った。武藤は中国は国家統一が不可能な状態にあり、強い一撃を加えれば国民政府を屈服させられると考えた。しかし実際は国民政府はなかなか屈服せず、日中戦争は泥沼化していくのである。後に武藤は、やっぱり石原さんの言った通りであったと吐露したという。これは明らかに失態であった。そのため全面的に武藤を認めるつもりはない。1941年、この頃の武藤が直面した大きな仕事とは、日米交渉を実質的に切り盛りすることであった。結局この交渉は失敗し、日本は真珠湾に機動部隊を送り戦端を開くことになったが、武藤は軍務局長としては兵に尽力している。1941年6月22日、ドイツは突然ソ連に進出した。独ソ戦の開始である。これを機に日本国内では各種の論が起こった。南進して資源を確保するか、北方に進出して対ソ戦に備えるか。結局日本は南進策を取り、それゆえにすぐにアメリカの反撃を受けて、対日石油輸出禁止などの処置が取られる。このような強硬論の参謀たちは、日米交渉などやめて戦争に踏み切るよう強く要求するようになる。そして10月に入ってもまだ外交交渉の目途は立たない。武藤も焦る。武藤の上司である対米戦強硬派の東条は、外交交渉の進捗よりも9月6日の御前会議の決定を守るよう、この絵に問い詰める。武藤は上司である東条とも折り合いをつけなければならなかった。しかし東条とは明らかに発想や執務の姿勢が異なっていた。10月10日、参謀本部作戦部長の田中新一は、こうした武藤の態度に不満を持ち、二人の間で論争が行われた。日本は対米英戦に入らないということで、一日一日を全く無駄に過ごしているんだ、と田中が詰め寄った時、武藤は顔を紅潮させて、お前はそれほどまでに戦争が好きか、それならお前たちでやればいい。わしは戦争は好かんのだ、と怒鳴った。二人はいつまでも睨み合っていたという。このやり取りを耳にしたか、亮は、武藤の表情が悲しげであり、そして不満に満ちていることに気づいている。10月16日、東条内閣が生まれ、以後その政策は日米和解を目指しつつも、外交交渉は進捗せず、日本国内には次第に対米英戦必死の空気が流れていった。ある同期生が武藤の元を訪ねた時、武藤はそっと口を漏らした。今は外交交渉の最中である。外交交渉が成功すれば一切の戦争準備を止めて、軍隊はすぐにでも撤去されなければならない。僕の考え方は消極と非難されているが、自分としては正しいと思っている。もし外交交渉が成功して戦争準備を全て止めることになったら、自分は死あるのみ、それによって事態を沈める以外にない、と語った。そして11月26日付の春ノートが届く。日本は開戦を決意した。武藤ももう外交交渉に全力を挙げるべきだとの論拠を失っていく。そもそも8ヶ月間にわたって続いた日米交渉とは何だったのだろう、と武藤は自問した。そして戦争は始まった。開戦後も陸軍では珍しく戦争の早期終結を主張したのが武藤であった。しかし結局
東条に嫌われて近衛第二師団長としてスマトラに行きとなった。この時も東条はひどく、満州視察から帰ってきた飛行場で直接スマトラ行きを伝えた。武藤の内心の怒りはよくわかる。武藤はこの頃、戦争は負けた。しかし我々のスマトラは負けぬ、と語ったという。武藤の進化は、1944年10月20日にマニラ郊外の方面軍司令部に着いた時に始まる。すでに戦況は日本側に分がないことは明らかであり、本土決戦の準備をするために人で決戦を行い、時間稼ぎを行うとの方針を定めていた。そこで第14軍を第14方面軍に格上げして、山下智之、武藤明という夫人でアメリカ軍を迎え撃つことになったのだ。この二人は、とても面白いコンビと言える。ものすごく緻密な武藤と、人間的に大らかな山下。歩んできた道も対照的。かつての行動派と統制派だった二人が、これだけの名コンビになったというのは何とも不思議である。終戦直後に、山下が残虐行為で裁判にかけられた時も、武藤が中心になって山下の無実を明らかにするために裁判資料を作ったという。武藤は司令部に入ってみて本格的な作戦計画が完成していないことに驚く。暗に玉砕作戦を行えという命令に、武藤はうなずかなかった。こうして出来上がった作戦計画は、ルソン島から日本本土への作戦を遅らせるという内容であった。いわゆる持久戦である。1945年に入ると、アメリカ軍のルソン島への攻撃は激しいものになり、日本軍は次第に山地に遠いやられた。その都度作戦計画は練り直しながら、アメリカ軍と頑固に戦い、補給もないままにゲリラ戦を続けたのである。ゲリラ戦が根気よく続いたのは、山下や武藤が参謀や兵士に信頼されたからであろう。武藤は玉砕や肉弾攻撃に批判的でひたすら消耗戦に徹し、アメリカ軍を悩ませた。敗戦後は永久戦犯として囚われの身となった。武藤が裁かれたのは、対米英戦争の侵略を計画し進めたという内容が中心であった。この日から武藤は日記を書き続けるようになった。そこには自らの生い立ちを綴った手記もあったが、それを読むと、少年時代には武藤は文学青年であったことがわかる。私の小青年時代の文学、思想、哲学等の単独癖は、今では読書の内容は違ってきたが名を持ち越されている。私が軍人としてその後いろいろな仕事に従ったが、常に非常識に陥らず一応の条理を立てた良識を用いるのは、少しうぬぼれかもしれぬが、このためだと思っている。確かに少々自賛すぎることはあっても、この言は武藤の背骨になっていると言える。この背骨にもう少し自らの思想や理念を血液として流し込んだなら、武藤は傑出した人物にはなり得たとの感はする。11月12日、被告別に判決文が読み上げられ、判決も言い渡された。ここで武藤は絞首刑を受けたのである。この日の武藤の日記的になるのは次の2行である。隣室の方から話し声が聞こえる。島田さんの嬉しそうな交渉が耳につく。絞首刑の判決を受けた者と受けなかった者が、法廷から帰ってきて入る控え室は別であった。武藤は絞首刑の者が入る控え室に連れて行かれた。しかし、開戦時の海軍大臣島田重太郎は絞首刑ではなかった。別室からその島田の嬉しそうな声が耳に入ってきたのだ。この2行の中に、なぜ海軍は一人も絞首刑にならなかったのだろう。自分の権限と比べると海軍大臣の権限とは戦争政策を左右するほど大きかったのではないか。との武藤の不満が凝縮しているように思えてならない。武藤の死刑に一番驚いたのが東条であった。死刑と決まった人の部屋に武藤の姿を見つけて、武藤君、なんで君がいる、と言った。そして、ああ、君には悪いことをした、と東条は頭を下げたという。1948年12月23日、武藤は巣鴨プリズンで絞首刑に処された。享年57であった。彼の辞世の句が、霜の夜を、思い切ったる、門出かな。これも運命と思い切るところがあったのであろう。なんとも読書からしい文章である。